神戸の食といえば神戸ビーフですが、あえて野菜に注目してみました。こちらのお店は近郊農家の朝どれ新鮮野菜をメニューに使った地産地食を掲げています。六甲や明石など近隣の産地から地元の旬の野菜が毎朝届くそうです。明石野菜初めて聞きました。旅行中は大概野菜不足に陥りがちなので、大人女子トラベリングゴージャス世代としては積極的に摂取したいところじゃないですか。おばんざいもいろんな野菜とりどりで全て美味しかったです。野菜を全面に打ち出したメニューがほとんどなんですが、もちろん名物の明石鯛のお造りや神戸といえばのイカマゴの釘煮もちゃんといただけます。釘煮は初めて食べました。地元の明石野菜を神戸ポークで巻いて炭火で焼いた串の盛り合わせ、なんと具沢山のお味噌汁はサービスだそうです。お店で使われている野菜と同じものが店頭でも売られています。食後にお買い物もできますよ。本日のランチは元町から南京町方面に入ったところです。お昼なので一応ノンアルです。焼き鳥と書いて小鶏、サラダとスープとご飯で1,000円。鳥が小鶏です。すごいな、お肉がしっとりしてるんですよ。何かスパイスの香りがしていわゆるローストチキンとはちょっと違って美味しいです。コーヒーを飲みに行くつもりがジェラート屋さんを見つけてしまいました。黒ごまと、はい、あとドルチビータ、黒ごまとドルチビータ、はい、東京にまだですもんね。まだですね。はい、よかった。先取りです。え、ありがとうございます。どこで食べられるんですか。こちらスペースはこちら。おー、このようなお食事スペース、隠れ家的な。まだ東京未上陸です。フィレンツェのジェラテリアらしいですよ。日本のものよりちょっと味濃いめ。この黒ごまがすごい濃いですよ、ごまが、うん、濃いけど甘みも強い、ね、甘みも強い。抹茶もちゃんとお茶の味が、ね、そうですね、濃い、ね、後で苦味が、うん、いい感じです。美味しいよね。いちご、うん、いちご一つ果物にすることをおすすめします、うん、ドルチェビーターは本当にドルチェビーターです。激甘です。南京町でお茶ができなかったので元町商店街に戻ってみました。いくつかコーヒーどころがあった中でこちらがいい感じ。メニューに自家製プリンと見てオーダーせずにいられないのが大人女子の差がというもので、自家製プリンは期待通りのちょっと固めで昭和生まれにはたまらない味ですよね。もちろんコーヒーもいただきました。良いお店に着きました。通天閣で絶叫して結構お腹が空いたので、新世界といったらこれでしょ。ちょっと遅めのがっつりランチ。本店焼きです。串カツデビュー。私もどうですか。まだ串カツが小さいので。そうですね、失礼しました。来ました。説明してもらったとこ取っとけばよかった。そうですよね。あと何か食べたい。うずらにウィンナー、ユーヘレってさ、お餅もある。最初はグー、ジャンキーっぽい。どうぞ、1番、2番、3番何にしよう。おお、私ね、これがホタテかな。あ、キスがいい、これいきます。あ、食べな。肉これ肉ですよね。うん、ヒレじゃない。肉いきます。うん、お味の手どうですか。衣が美味しい。衣も美味しい。うん、美味しい。すごいジューシー。うん、サクサク美味しいです。
紅生姜とアスパラを追加で3本ずつ。そうね、甘い。紅生姜の匂いがするの。やっぱりビールはマストでしょ。大阪土産で外せないのが豚まん。お土産にもいいですが、最後の大阪グルメにどうしても食べたくて、イートインがあると聞いて向かった大丸店は、なんとメニューに豚まんがなし。探し回ってみたらありました。ここは穴場。新幹線に乗る前に王道メニューをオーダー。いただきます。ごちそうだね。からしつけて食べなきゃいけない。まあ、からしが好きじゃないので、からしなしでいきます。幅を。甘い。結構。すいません。やはり細かして食べちゃいます。豚派でガーってやった。家だったらやって家だったらやってお店なのでちょっと餃子塗ってみます。お気をつけます。まだお厚でございます。私まあまあなね、こじたなものでは。おう、野菜多め。ありがとうございます。おい、野菜多めで美味しいからさ。旅につきものなのがショッピング。今回の神戸大阪では、東京では手に入らないものを中心にいろいろ買って帰ってきました。帰ってきてから実は東京でも売ってたっていうものもいくつかありましたが、量的にはこの 1.3 倍ぐらい買って帰ってきました。心残りだったのは、神戸でデパート巡りをする時間がなかったこと。食品類は大阪でしか買わなかったので、まあ、神戸はもう一度行けということだと思ってますが、たくさん買って帰ってきた中で、買ってよかったもの、本当に美味しかったもの、また買いたいと思うもの、そして別途オンラインで買ってしまったもの、こちらのセレクションをご紹介します。フォアウエスト散策中にたまたま見つけたこちらのお店、ボンボンショコラだけではなく、フランスの伝統的な地方菓子もたくさん置いてあります。写真を撮るのを忘れちゃったんですが、フランボワーズとチョコレートのケーキがお酒が効いててすごく美味しかった。ベントさんでお出したキーケース届きました。かわいい。ひばりのモスバンクの T シャツも愛用中です。日本全国ここにしかお店がないというペコリシャツ、近鉄百貨店と藤屋が共同開発した新ブランドだそうです。人気はペコちゃんのほっぺ、いちごショートケーキ味が一番人気だそうです。ペコちゃんのほっぺは一つからでも購入できます。気持ちするお土産としてはペコロン、ホロホロしたクッキー生地でガナッシュショコラをサンドした可愛いお菓子です。缶も可愛くて自分用に買っちゃいました。関東人にとってはあまり馴染みのない阪急百貨店、初めて見る美味しいものがたくさんありました。こちらはカゴメが展開しているスムージーのお店です。オリジナルのクラフトスムージーを店頭でいただけます。自分がどのくらい野菜摂取できているかのベジチェックという機械もありました。意外と足りてないよ、いつでもどこでも食べるスムージーということで、一口サイズのスムージーが商品になってます。これはお土産にいいんじゃないんでしょうか。本当は大きいものを買って帰りたかったんですが、意外と重い小さいパックを買って帰ってきました。カルピスバターが好きな方多いと思いますが、カルピスバターを使ったサブレやフィナンシェが売られています。オンラインでも購入できるそうで、サブレとフィナンシェは結構売り切れ率が高いそうですよ。こちらは重かったので帰宅してからネットで買いました。美味しかった。長蛇の列と目に鮮やかなディスプレイに思わず並んでしまったお店、実は東京にも展開しているそうですが、本店はここ、こちら限定のフレーバーもあります。日持ちは3日間ということなので買って帰ってきました。フランスブルターニュ地方のお菓子に特化した焼き菓子専門店だそうです。
お店によって品揃えが違うというのは最近多いですね。でも気になるので東京のお店にも行ってみます。梅田の大丸には日持ちしない魅力的なものがたくさんあって、本当はもっと買ってきたかったんですが、今回はこれだけ。また行くからすぐ行きたい。ドルタカプレーゼの新しいお店、本場の味を知ってるだけにどうなのと思って買ってみましたが、これはレベル高し、期待値を超えた味でした。クッキーマニアの私ですが、こちらは初めて知りました。形も可愛らしいんですけれども、粉とバターの割合が素晴らしい。東京にないんですかね。美味しかったですね。東京でも人気のサブリナバターケーキは大阪だけ。でも週末のみ販売、買えなかった。